斜めホームへの通路を収めない駅は、北海道深川市収めない町技収めないにある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は A25。かつては急行、カムイが停車していた。現在は無人駅となっている。当駅の所在する地名より、アイヌ語のオサナンケプ、あるいはオサラウンライのいずれかの点火とされる。 二面二線の相対式、島式ホームを持つ、地上駅。二番乗り場とは、古戦橋で結ばれている。かつては電化開業まで東駅から先かむ一個谷駅を経由して、近組駅までが単線であり、下り線朝日川方面への列車が退避を行う、関係で二面三線であったが、主に朝日川方面への通過線として設置されていた、旧2番線が撤去され、 足別線や普通列車の対比用に設けられていた3番線を2番線として運用となり、その後深川寄りの海老名林業への木材搬入用に設置されていた貨物用の側線、北側の農産物貨物専用側線が撤去されており、その後北側の踏切も側線があった位置に南へ数メートル程度移設されている。現在の駅舎は、 旧駅舎を取り壊した上で1998年11月に新築されたもので、町合室のほか深川市役所を治めない支所や多目的ホールを併設している。旧駅舎が存在していた頃は、簡易委託駅として駅舎前の商店で乗車券を販売していた時期もあったが、新駅舎が建設される前に完全な無人駅となっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 ありがとうございます。